回のタイトルは、カルダノコミュニティのバリデーター、フィーダが証券であるという SEC の主張の誤りを証明、です。ぜひ、最後までお付き合いください。米国証券取引委員会、SEC によるコインベースとバイナンスの取引所のコンビに対する取り締まりと、カルダノエイダのようなトップの暗号通貨に対する起訴は、業界全体から様々な論評を引き出しています。その一つが、カルダノが証券とキープロトコルの検証者であるかどうかということです。カルダノは、フィーダの分散型ステータスを描くキーナンバーを共有しており、その結果、このコインが証券であるという SEC のスタンスを無効にしています。カルダニアンズの主張。カルダニアンズの長文ツイートでは、プロトコルの主要な数値をビットコインの数値と比較しており、数値の通り、カルダノはビットコインよりも分散型であることが示されています。カルダノプロトコルには合計3200のプールがあり、最大手5社がそれぞれ 8%、4%、3%、2% という金額で、数分の1のシェアを所有しています。このような低いシェアは、プロトコルに 51% の攻撃を加えることができる連合を形成するためには、数百人の関係者が必要であることを意味します。逆にカルダニアンズは、ビットコインの最大のマイナーには、ブロックの約 32% を生成するファンドリー USA プールと 21% を生成するアントプールが含まれていると指摘しました。他の3つのプールのシェアは 18%、8%、6% です。この数字があればプール運営者のうちほんの数人が力を合わせてビットコインのネットワークに攻撃を仕掛けることも可能です。 SEC がカルダノと他の暗号証券として指定するために使用した議論の一つは、他の人が利益を得るために働く中央管理チームを持っているということです。カルダニアンズは提出書類の中で、サトシ・ナカモトがビットコインプロトコルのガバナンスをギャビン・アンダーセンに譲り、彼はその後ビットコイン財団を立ち上げたと述べています。カルダニアンズは IOG とは異なり、ビットコイン財団の管理プロセスは透明性が低いと指摘しました。IOG が SEC の主張を論破。カルダニアンズとコミュニティ関係者がカルダノのために声を上げるのに先立ち、 IOG とチャールズ・ホスキンソン氏はフィーダが証券であるという SEC の主張を否定しました。 SEC はカルダノに対して直接正式な訴状を作成していませんが、ステーカーやバリデーターのような重要なエンティティからのサポートは今後の規制の嵐の中でプロトコルを支えるものとして不可欠なものとなるでしょう。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。